そうなんですよ。配信とかで見に来てくださった方も多かったのかな。広島雪だったらしいね。私のいないとこ時に雪降ってる。めっちゃ私でも宮城は雪降ってないんですよ。だからうん、雪とまだ初雪を迎えていない。 M1 見れた。 M1 見れてないんですよ。でもさっきツイートしたんですけど、ウエストランドさんが優勝。ウエストランドさんはなんか私の高校ではないけど、こう文化祭かお祭りかなんかで来てて、漫才で中学校か高校ぐらいの時に初めて見ました。その時すごいよね。そこから優勝って。さみー。なんか今日は宮城だったんですけど、めっちゃ本当にめっちゃたくさんのケータリングとか差し入れとかいただいて、まおちゃんパセリがグルメ担当だったからパセリが選んでくれたやつとかもあったんだけど、本当に美味しいものが多い。でさっきは夜ご飯につけ麺を食べに行ってきました。今帰ってきました。服かわいい、ありがとう。レッスン着1枚じゃ寒すぎて2枚重ね。お花オセロ、いやー、なんか結構さ、私のファンの方、ツアー宮城、昨日かな、一昨日のお話し会で、リアルお話し会で宮城外れたって人多かったから大丈夫かなと思ったんですけど、来てる人どれぐらいいるんだろうと思ったんだけど、まあいましたね。当たる人はやっぱ当たってるんですね。でもなんか私のファンの方、昼が特にだったんですけど、なんか紫のペンライト持ってる人、なんか電池切れてる人多くて、なんか1本だけ紫で1本なんか真っ白みたいな人なんかめっちゃいたんですよ。なんか1人とかじゃなくて結構なんか 3,4 人ぐらいいて、みたいな、なんかそんなみんな集団電池切れ起こすって思って、今日はなんかちょっとじわる日でした寒いからなのかな。電池切れの人がなぜか集まっててびっくりした。こんばんは。明日は結構宮城でいろいろとキャンペーン活動を回らせていただくんですけど、 HMV 仙台店さんでホヤをね手売りしたりとか、ちょっとホヤ実物ないんですけど、なんかチラシみたいなのがあって、このウミと日本のプロジェクト、木の屋石巻水産と ST48 のコラボで、明日はねマイキューとホヤを販売してきます。あとはまあそのラジオとか東北のテレビとかに出演させていただきます。なんか夏ぐらいにね、宮城県に行ってきて、舞ちゃんと、なんか子供たちとね、この時写真があるんですけど、小学生たちと一緒にホヤ工場を見学して、でなんかいろいろやったんですよ。なんかポスターとか書いたりとか待ちしてます。でも結構ホヤ缶買ってくださってる方今日結構いて嬉しかった。なかなか食べることないから、うん、食べてみてください。ホヤね、なかなか食べないよね。これを機に買ってみてください。うん、おいくら？1缶700円。でもめっちゃでっかいんですよ、そのホヤが。なんか結構振ったらズン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 って音がする結構すごい音する700円ってお得なのかな。どうなんだろう、ホヤってでも高そうじゃない、なんか
高そうっていうかさ、調理めんどくさそうじゃないですか、切るのとか。カラーちそうだから。仙台に4年住んでるけどどうもホヤ食べられない。え、なんかそういう人お話し会でもいたわ。地元民って意外と食べない感じするよね。でも木の屋さんっていうところが本当にすごい、いや缶詰で有名で、めっちゃ他の缶詰はめっちゃ美味しいんですよ。サバとかなんでホヤも美味しいです。ぜひぜひ。いやー、2公演やりきったよ。昼夜2公演。最近体力がね、なんか衰えてて、なぜか、なんでかわかんないけど、結構昼夜ね、なんか体力が疲れちゃうんですけど、でも楽しさが上回るから、なんか自分の体以上に動いちゃうんですよ。そしたらめっちゃ終わったらもうめっちゃ痛くて筋肉痛が。でもその日に筋肉痛くるっていいのかな、いいことだよね。まだ若いってことなのかな。体が動かないよって言ってるんですけど、動いてしまいました。限界突破サバイバー。しかも今日の、ね、会場がね、なんか2019年の時になんか一回全国ツアーで来た会場で、結構なんか通路とかめっちゃ狭いんですよ。16人も入るようなとこじゃないのによく16人で待機してたなと思って。なんか7人でもめっちゃ狭くて2019年の時も来たって方いらっしゃるのかな。ごめん、なんかティッシュでこうやって手遊びしながら遊んでるなんか最近手が勝手に動いちゃうんですよ。ごめん、お行儀悪いかも。おみくじみたいに結んでた。そうなんですよ。ゲストありがとう。行ったよって方いらっしゃる。今日も見てくれたのかな。なんかすごいね、もし見てたら3、4年ぶりのなんか汚いおみくじになっちゃった。なんかね、差し入れもらって食べずに持って帰ってきちゃったんだけど、いろいろ食べたんですよ。いろいろ食べたんだけど、たい吉、たい焼きもらっちゃった。でさ、広島持って帰ってさ、冷凍したらキモいですかって言ったら、キモいって言われたから今食べます。なんかずんだとあんこあったんだけど、私何持って帰ったんだろう。ずんだかな。たい焼き、上から食べるか下から食べるか、私は腹から。うん、見てみ、ずんだだ。え、うまっ、おいしい。でもね、私今日ずんだめっちゃ食べたの。ずんだシェイクと菊福、五条悟が好きな菊福なんかおせやサーヤンがさ、菊福あります、五条悟が好きな菊福って言ってて、五条先生のことずっと五条悟って呼んでてね、じわった。菊福とかなんかいろいろ食べたんですよ。またずんだ、腹からいくの。ずんだ餅、ずんだ餅も食べました。ずんだって枝豆なんですよね。枝豆でさ、こんな甘くなるってどういう製造方法なんですかね。うん、まっ。お水入ってる。調整が取れそう。砂糖投入。そうなんよ。じゃあさ、黒豆とかさ、あ、そっか、でも小豆だって赤飯は甘くないもんな。
砂糖入れてるからもいいんか、あんこは何の豆でも代用できそう。美味しいです。うん、ちょっとしゃ食べてると喋れないから後で食べます。ずんだたい焼き、あ、餅が引っかかってる調整器具に。お腹いっぱい、本当にもう今日は本当ダメだ。差し入れがたくさんいただきました。見てほしいわ、いろいろいただいてね。これとか食べてないけど、石巻のおでん、おでんもらったんだけどめっちゃ嬉しい。石巻おでん部会が作ったのかな。しかもちゃんといい卵とかはんぺんとか昆布とかちくわとか、うくちゃんが騒いでたから来たというか、唯一。あ、確かにあかりんさん、なんかコンビニ回ったのにおでんがないって言ってたの。でもあかりんさん今日セブン行ったらおでんあったって言って大根しか買ってなかったよ。今日も大根しか買ってなかった。おいしそう、楽しみです。石巻のおでん、おでんの好きな具材は、え、こんにゃく、普通のこんにゃくと糸こんにゃく、あともち銀着が好きです。私ね、おでんの大根ね、なんかそんな食べたことないだよね、ちょっと苦手、大根があんま得意じゃない。だからなんか王道の卵とか大根が好きってあんま言えないくて、だいたいこんにゃくって言ってる。こんにゃくに味噌つけて食べるのが好きです、うん、石巻、うん、なんか本当に今日はいろいろいただいたんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったのがあって、このね、なんかりんこちゃんのお母さんが今日見に来てたみたいで、お母さんだけなのかお父さんもいたのかちょっと分かんないんだけど、りんこちゃんの家族から手作り石鹸もいただいたんですよ。見て、全員分あった。すごい。私さ、最初さ、なんかりんこちゃんがさ工業科学科だったからさ石鹸作ってきたのかと思って、え、工業科学だからって言ったら、違いますよって言って、石鹸、なんか工業科学とかって石鹸作ってるイメージありません？しかも超かわいい。お店やってるとかなんかやってないらしいの。それがなんか作るのが趣味なんだって。見て、こっちがトゥルトゥルになりますって言ってもらった。もちこサボン、もちこって知ってます？りんこちゃんちの犬。これでさ、今日洗いたいけどさ、これ家でやった方がいいよね、絶対。匂い気になる。え、めっちゃいい匂いするんだけど。すごっ。これめっちゃプロの石鹸みたいかな。この形といい。もちこサボン。すごいよね。めっちゃ嬉しかった。愛用したいと思います。うん。りんこちゃんとのご家族の皆さん、ありがとうございます。でね、今日はいっぱい持って帰りました、本当に。あとはマネージャーさんからアイマスクと休息時間もらった。全員にもらった。なんか嬉しい、至れり尽くされりだった。これは今日使いたいと思います。ホヤもらった。ホヤもらってないのよ、明日もらおうかな、てか買おうかな。ホヤくん
たれり尽くされり。そうなんですよ、もうありがたい。自腹で、そう、多分自腹で買ってきてくださってる。嬉しい。絶対疲れてるのマネージャーさんなのにね。ありがたや。また宮城来てほしい。宮城行きたいです。めっちゃいいところ。でも今年2回も来れると思わなかったから、宮城県に来れて嬉しかったです。宮城の皆さんも瀬戸内に遊びに来てくださいな。あんだけアピールされたら買います。ほや、わあ、ありがとうございます。嬉しい。そうなんですよ、頑張ります。2公演大変。そうなんですよ、結構疲れた。もう体がバキ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 でございます。うん、寒かった今日は。タン食べた、牛タン食べました。牛タン弁当、もう牛タン食べてる時が本当に大勝利って感じだった。スタンディングオベーションしたもん、千穂さんと。牛タン弁当来た時どこの店だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、めちゃくちゃ美味しかったです。でもこんだけね、美味しいもんいただいたから、まあ、食べにねなんか食べに来ただけじゃダメだと思って、もう頑張りましたよ。体力の限界を超えて、体力の限界を超えて2公演頑張りました。なんか7人でさ公演するって結構大変。すぐ自分の出番って感じ、ユニットとか終わっても。うん、なんかすごい大変。てか16人に慣れてると結構焦っちゃうけど、でも楽しい。なんかでも見やすくていいのかな、7人、こういう会場とかだと。16人も16人でこう迫力とかあるけど、7人は7人でね、いいんじゃない。瀬戸里ありがとうございます。瀬戸里担当は中村舞9です。ソロ待ってます。ソロね、いつだ。早替え大変そう。なんかそう、早着替えがもう本当にすごくて、いつもユニット衣装で写真撮ったことなかったんですよ。なんか今度撮ろう今度撮ろうって言っていつも撮れてなくて、今日はやっと本当に2枚ぐらいしか撮れなかったけどやっと撮りました。もう多分次撮れないと思います、忙しくて本当に時間がないんですよね。なんかユニット曲ってフルじゃなくてワンハーフだからすぐ呼ばれる。余裕あったの、今日は余裕なかったですね。今日は余裕ないけど撮った今日見せなきゃ、多分見せんと思って、まあね、写真もね、写真もお仕事ですから。石尾さんと頑張って着替えるの。そう、石尾さんがね、もうあのチャックめっちゃ下ろしてくれる、こうやって一人で。なんかフィアラ舞台のツアーはずっと一緒の石尾さんが一人でついてきてくれるんですけど、同い年なんですよ、女の子で。 M さんって言うんですけど、M さんはね、なんか結構仲良くて、最近なんかいじられますドーナツの写真リクエストした人と同じ人。そう、なんかおきちゃんがドーナツとチューしてる写真が撮りたいって言われて、なんか急に私がドーナツ食べてたらなんかここまで来て、おきちゃんがドーナツと、なんかめっちゃこんぐらいのテンションなんですよ、全然テンション上げない人で、おきちゃんがドーナツとチューしてる写真を撮りたいって言って、みたいな、どういうことみたいな、どういうことですかって言ったら、携帯貸してって言って、めっちゃなんか結構ローなんですよ、テンションが。おとなしい方で、なんか携帯渡したのって、
チューしてって言って、私なんかドーナツとチューしてうわみたいな、昔なんか 2,3 枚ぐらい撮ってた。どういうよくわからん。そうなんですよ。撮られました、謎すぎ、ドーナツチュー。簡単な感情ばっか。これはドーナツホール。バイバイも永遠に会えないで。変な癖ね、なんなんなんだろうね。送っといてって言われたから送ろうかな。みちさんと同じ服、違うんですよ。なんか似てる服だけどね。この間みちさんに言われた。もうね、私キャリーちっちゃいからね、服ねめっちゃ着回しなんですよ。3着ずつぐらい上と下持ってきて着回してるこの6日間ぐらい。恥ずかしい、見ないで。そう、もうあの洗って着替えるタイプです。ミニマリスト違うよ、ミニマリストではないよ。キャリーがちっちゃいんですよ。ミニマリストになりたいけどね。でも割と頑張ってこの6日間ぐらいおしゃれしてるんよ頑張って、うん、こんばんは。だってこんばんは。今何時かね、時計がないや。33分、23時33分だって。ありがとうございます。遠征長かったね。結構長かった。東京行って横浜行って仙台来て、やっと広島に戻りますよ。PR 舞台の踊りどんどん上手になっていってる。あー嬉しい、ありがとうございます。でも結構揃ってきてるねって言われて嬉しかったです。うん、同じメンバーでずっとライブができるっていいですよね。仙台が道行き、あ、そうなのなんで逆に仙台めっちゃ寒いのになんで雪降ってないん。TDC も楽しみです。東京ドームシティホール、なんか結構あかりんさんが感謝祭の方もいろいろ考えてるみたいで、歌ったり踊ったりする予定っぽい。楽しみ。新幹線4時間止まってた。雪そんなすごいんですか。みんな雪降ってんの。逆にこの寒い仙台はなぜ降ってないの。降る予兆なのかな。明日降ってなんか移動できなくなるとかないよね。東北でも仙台は雪少ないです。確かになんか仙台ってあんま東北のイメージないな。仙台というか宮城県、なんかあんま北すぎないイメージ。停電した。雪じゃないんか。事故だったね。あれまああれまあ。そうなんですよ。でもすごい雪について説明してくれてる、ありがとう。沖縄はね12月でも半袖の人いたけどね。すごくない？同じ日本でこうも違うの。日本ってすごい縦長
気温違いすぎる、別の国みたいだわ。眠った今日めっちゃ頑張ったから眠い。24日のクリコの日、広島雪予報。おホワイトクリスマスだ。でもね、クリスマスコンサートもね来るって方多かった。嬉しい、楽しみだ。来週も会えるの楽しみね。なんか11月12月めっちゃ会いません？なんか会う人はさ、本当に 週に1回は絶対会うって感じだよね。え、年始もそうじゃない？だってもしね全部当たれば2ヶ月3ヶ月2ヶ月ぐらいもうずっと一緒だ。すごっ。うん、元日公演当たるかな。元日公演ってさ、結構その単押しの人って難しそうだよね。なんか昼と夜でさ、メンバーバラバラだからさ、なんか結構倍率高そうじゃない？DD だったらもうどっち入っても天国ってなりそうだけど。トレードとかあるのかな、やっぱ昼がいいんすよみたいな人とか、夜がいいんすよって人とか、あ、じゃあ交換でみたいなできるのかな。うん、メンバーが客席に向かってお手玉投げたりするのかななんかお餅投げるやつみたいな。みんな頑張り。ちょっと紫のペンライトが入れるように祈っておりますね。1月8日は生誕祭だし、9日もねチャーミングトリップのマイカー夜公演あったりとかね。結構出ますよライブ公演、楽しみ。公演いっぱいだ。なんか最近っていうか、すごいあのライブモチベがめっちゃ高いっていうか、もう1年ぐらいずっとなんですけど、なんか一番楽しいしお仕事が公演かもしれない今。うん、なんかずっとライブしたい。まあ、体力あんまない方なんだけどない方なんだけども、踊れるなら踊ってたいかも。楽しい。おきちゃんニコニコ私そうよ、公演ニコニコよ、ニコニコです。体力ついてきたかな。え、ついてると思うんだけど、2公演やっぱきついね。なんか足が下がろうとするから、上がれって頑張って上げる上がるんだって。もうヘタレたちよとか、このなんかこうやって拳上げるの本当に自分との戦いって感じ。頑張れ腕を。でも意外にこれしんどくて、この最高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 みたいな、なんかね、なんかやる気なくしたらもうこんぐらいなんですよ。最高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 。でも、もうやる気あったらここの可動域がめっちゃしんどいなんかヘタレたちは全部もう筋トレ、そう大変、そうもう人に頑張れって言ってる場合じゃないもう自分に向かって、多分あの私ファンの人の顔を見ながら自分に向かって頑張れって言ってるダメだね本当。頑張れって。チチ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 チ
チャ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 そう、自分が頑張ってるんですよ。頑張るぜ。お土産買って帰るスペースありそう。あるよ、お土産。今日なんか差し入れでみちさんが昨日お土産で買ってきてって言ってた霜柱が来て、なんかすごい、なんか食感がもうプラスチックの板みたいなお菓子だったんですけど、和菓子、砂糖のなんか竜の糸ってわかります？あれみたいな感じの、食べたことないけど竜の糸。霜柱届いて初めて食べたんですけど、なんか一瞬でなくなる謎のお菓子だった。なんかもう食べたらふわっみたいな、えないみたいな。いや、めっちゃ美味しかったです。なんかね、不思議なんですよ、ま、粉の中になんか埋まってて、こう箸とかで取り出して、その粉から。でもさ、その粉は一体何に使うんだろうと思って、こう味付けかなと思ってこうつけてもさ、サラサラサラって落ちてくんですよ。サラサラすぎて、なんかすごい不思議な職人技みたいなお菓子だった。ちょっと調べてみてください。あ、湿度を保つためなの？なんかすごい、何なんだろうこの砂糖のような砂はって思いながら、砂糖なのかな。サラ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 食べました。なんかマネージャーさんがみつさんに買ってましたね。買ってきてって言われたらしい。多分私じゃ買えないと思ったのかもしれない。今村に頼まれたから買ってきたよって言ってた。多分私が買いに行く時間がないと思ったのかもしれない。だから報告しました、美味しかったですって。なんかね、皆さん意外とね、なんか高級らしいから、うん、今村呼び、あ、マネージャーさんがね、今村の買ってきたよって言ってた。そう、高級らしいから。でもめっちゃ食べたいって人は食べてみて、なんかすごかった、ふわっだった、なくなるって感じ。冬季限定らしい。あ、そうなんだ、暑いとあれなんだね、冬限定らしいです。ラシンゴラシンゴ。というわけでいろいろと、まあ、仙台を楽しんでるわけですけども、明日は頑張ってお仕事してきますよ。 STU48 の PR をいっぱいキャンペーンでしていきたいと思います。HMV 仙台店さんでね、ホヤのイベント、ホヤ販売のイベントも行うので、よかった。なんか突然の結構告知っていうか、割と直前気味のね、お知らせになったから、もしかしたらもう帰るって人もいるかもしれないんだけど、まあ、余裕があるって人がいたらぜひぜひお越しくださいませ。ホヤー、ほや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 、お待ちしております。なんかあんまりよく分かってなくて、何時ぐらいいるのとかも分かんないんだけど、ぜひぜひ。宮城の皆さん、何卒よろしくお願いします。別件で有給取ったけど行こうかな。あらま、その別件は大丈夫なの？最初からこんなプロジェクトだったんですか？え、そうそうそう、夏の時点で宮城行ってて、で、ホヤのその木の屋さんに工場見学行って、小学生たちとみんなで工場見学行って、で、ラベルのイラストを描いてみたいな。でもそれって結構あの、まだ言ってなかったから、私たち謎になんか宮城行ってる人みたいになってたんだけど、なんか宮城の小学生も応募があったらしくて、で、小学生とその
木の屋さんに行くときに、缶詰の工場に行くときに、なんかステイホーテータの花誰のもののドラマ MV を見ましょうって言われて、バスの中で小学生15人ぐらいと私とマイキューでドラマ見て、あ、めっちゃ恥ずかしいの人前で見られるのって、なんかめっちゃ小学生って、しかもさ、なんかこう遠慮がないんですよ。だからどういう方みたいな言われるのか、なんでみたいな、違う違う、ね、この後わかるからみたいなすごいね、あの結構喧嘩する話だから、なんか言うのなんでみたいな小学生、そうなんですよ、すごい恥ずかしかった、周知プレイを強いられてた、あ、恥ずかしいって思いながら、解説、いや解説はしなかったね、なんかマイク渡されて、なんかバスガイドさんみたいなことはしたんだけど、なんか小学生からの質問に答えるとかさ、やったんですよ。もうカメラとか全然回ってない、本当に小学生のなんか移動中の小学生に楽しんでもらうためになんかやった企画みたいなのあって、なんか、え、可愛かったよ。どうやったらアイドルになりますかとか言ってて、いろんな小学生らしい質問が来てました。面白い質問あったの、なんかあったと思うんだけど忘れちゃった、でもあったはずなんだよねそんなわけあるかーよ、受けた、受けてた、受けてた、はははははって笑ってた、結構リアクション多めでしたね、嬉しかったおきちゃんの叫びを受けてましたよ、小学生に。結構正直感想だったから、でも嬉しかった、お、受けてる受けてるって思ってそう、まあいろいろあったわけですよ。あれがいつだったの、本当に夏とかなんですけど、半袖だったからまだ夏ぐらいにね行って、ようやく完成。今日公演中ホヤポーズ何回したかわからん、はいはい、伝わったのかなもはや、まあ、そんな感じでございます。なので明日はもうぜひぜひよろしくお願いしますということで、ちょっと早いんだけど、明日も早いので私はそろそろお休み、いやお休みをしたいと思います。唐突なんですけどさっきコメント欄でお休みだねとかあったから、ちょっと使ってみた、勝手にお休みを言いたいと思います。ということで壇上を読みたいと思います。49分か、もうちょっとギリギリなんだけど、壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位、宗弘さん。12位、タンニさん。11位、杉谷さん。10位、ヨシヒロさん。9位、ペルさん。8位、元気さん。7位、バンボシさん。6位、シュージーさん。5位、マッカさん。4位がモーブランさんでした。13位回までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がコバチャさん、2位がトートーさん、1位がハマジさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。今日って土曜日？日曜日？日曜日か。ありがとうございました、お疲れ様です。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ、タワーありがとうございます。ケーキタワーありがとう。トートーさんありがとうございます。ちょっとお礼がね、まだねすごい溜まっててね、その前の人から書きたいので、また今度にお礼したいと思います。ありがとう、クマありがとうございます明日月曜日か。じゃあ明日からお仕事、学校あると思うんですけど、応援しているのでぜひぜひ頑張ってください。
ということで、また配信でお会いしましょう。明日会える方、明日お会いしましょう。楽しみにしています。ほやほや販売イベント、あとラジオとテレビ出演、東北の皆様よろしくお願いします。おやすみ今日はおやすみ。サッカー見ます。おお、サッカー見るのね。じゃあ楽しんで。昨日サッカーつけてたけど寝落ちしたわ。ありがとうございました。おやすみ。ほや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 、バイバイ。決勝見る人多いね。夜更かししてしんどくなるのよ気をつけて、バイバイ。3、2、1、出した。おやすみ。